和酒下町担当団源さんです。今日はね、住所でいうと江東区大島に来てるのだ。今日は5月5日子供の日、ちょうど始まったところだな。あ、加藤さんこんにちは、ご無沙汰します。今日は取材です。4年ぶりですか。3回コロナか。あ、じゃあ今日はちょっとゆっくり寝させていただきます。忘れちゃった。よろしくお願いします。今のは香取神社の宮司さん、ちょっとうるさいね、全然声が響かないかもね。お囃子、何をしに来たかというと、これ、カツやサイ、これを見に来たのだ。一応ね、ここを起点にずっと移動式のイベントなんだけど、ちょうど出発したとこだね。まあ、最初ここでなんかいろいろお話とかあって行きますよってことだね。そうは言ってもまだここで止まってるのかな。止まってるね。まあ一言で言うと武者行列なんだけど、何時代、平安時代なのかな。昔の装束を着て、ずっと歩いていくっていう感じです。この行列に参加してくださっております、どうぞこの住所をご覧いただきたいと思います。かなりずっと先の方から交通規制してて、武者の有志をゆっくりと、車は片側車線、片側に 両車線避けてるって感じで、丸々、2車線は活躍採用になっているんだけど、意外と警察の方も協力していただいている割にはそんなにメジャーじゃないんだよな。知らない人は知らないもんな。動きが遅いね。でも亀戸近辺では有名だよね。こんだけ人来てるからね。意外と短いんだね。上からちゃんと見たのは初めてだ。こんなもんだったかな。あ、弁慶もいる。武蔵坊弁慶。で、ちょっと出遅れちゃったけど、亀出神社で勝ち名乗りを上げて、最後かこのままずっと通って五の橋通りを通って、亀戸香取神社まで行く。そこでまた勝ち名乗りを上げておしまい。まあ、由来としては平将門を、制圧しようと思って、平安時代だよね、ある武将が、香取神社に、なんだ、必勝祈願で、見事将門を討ち取って、で勝矢っていう矢を、奉納して、感謝というかお礼の言葉を
行ったと。でそれ以来、勝谷祭が、行われるようになって、毎年今でも5月5日には行われていると。たださっき富士山あったけど4人やったかったんだね、コロナでね。なんで亀出神社から、香取神社まで行くかというと、なんつったのかな、神社ってグループ会社みたいなもんだから、亀出神社で、管理する人がいなくなっちゃったから香取神社さんお願いねみたいな、多分そんな感じで、まあ香取神社グループの一員なんだよ亀出神社って。分かりやすい言い方する。でだからその香取神社グループの、端っこというかある、エリアにある亀出神社を出発して香取神社まで武者行列をすると、そういうことだね。だから宮司さんも久しぶりに行われて嬉しそうだったね。うん、本当外国人増えたよな。東京も、東京というか日本もどんどん観光立国になっていくのかな。こんだけさ武者行列とかさ珍しいことやるんだから、もうちょっと PR したいと思うけどな。もうちょっと PR すると、ちょっと人数が少ないよね。あの人数を増やして、鎧とかああいうのも他にかかるだろうから、もっとどんどん有名にして、どんどん参加者を増やして、でお金かかる鎧も買って、でどん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 武者行列の人数を増やしたらば、結構見応えある盛大なお祭りになるような気がするんだけどね。ちょっと風が出てきたね。上りがさっきよりたなびいてる。でも歩くの細いな。こんなもんか。まあ、亀出神社から香取神社まで何キロか分かんないけど、2時間ぐらいかけて歩くからね。ゆっくりだね。急いでもしょうがないよね。面白い。片側全部止めてるからバス止まらないんだ。車道に止まってすごいね。バスの職員がね誘導してる。みんな見に来てるんだね。こんなにのんびり歩いてるんじゃ、わしはどうしよう。これね、ずーっとね、ただ歩いてるだけなのよ。で、香取神社まで行って、やっぱりなんか、勝ち並びかなんかあげて終わりなの。で、その後、まあ、香取神社でなんかご祈祷とかお祓いとかあるかもしれないけど、まあ、そこら辺は別に観光客には関係ないしね。なので最後までは行かない方向で、なんとなくダイジェストいいとこだけ撮って帰りましょう。本当に歩くの遅いな。お子さんたちはまだ薬だからいいけど、こういう人たちは、特に鎧着てる人たちは暑いだろうね。
絶対若い子とかさ飽きるよね。笑ってるもんね。信じってイメージじゃないよね。交通規制とかしてる割には信号は守るんだね、うん、偉いんだか偉くないんだか。あれ信号で止まってるんじゃないのかな。なんで止まってんだろう。あ、ここで一回休憩するんだ。同級生。まあね、疲れちゃうもんね。目薬渡した？渡した。2時間ずっと歩きづくめで休憩なしは結構きついかもしれない。ね。すごいね、椅子もパイプ椅子とかじゃなくてちゃんとした将棋なんだね。すごい。荷造りを調整する人もいるんだ。あ、そうだよな、素人じゃできないもんな。あのおじさんはむしろかっこいいよね。てかみんな見てる。まあそんな感じでだいたいこの後も同じ感じですから、ここら辺で終わっておきましょう。今日のところおしまい。天気良くて良かったよね、本当に。一回でも雨で中止したことあったよ、12年ぐらい前。まあいいや。ということで、今日のところおしまい。これでいいのだ。